プレミアサッカーリーグは南アフリカ共和国のサッカーリーグにおける名称である。本校は南アフリカ共和国におけるサッカーのトップディビジョンである南アフリカプレミアディビジョンについて述べる。1996年に創設された。1996年から2007年まではスポンサーのキャッスルラガーの名前を冠してキャッスルプレミアシップ2007年から アブサの名前を冠して、アブサプレミアシップと呼称されていたが、2020年9月から DSTV がスポンサーとなったため現在は DSTV プレミアシップと呼称されている。開催期間は8月から翌年5月まで。16クラブが参加しており、各クラブがホームアウェイで30試合を行う。16位は2部リーグに相当するナショナルファーストディビジョンに自動降格。 15位は入れ替え戦プレイオフに進む。ブラックレオパーズ TTM ヨハネスブルグアマズール、ブルームフォンテンセルティックチッパユナイテッドゴールデン、アローズバロカマメロディサンダウンズスーパースポート、ユナイテッドマリッツバーグユナイテッドケープタウンシティ、TS ギャラクシーステレンボッシュヨハネスブルグの、クラブカイザーチーフスモロカスワローズオーランドパイレーツ2020から21シーズン PSL 所属クラブの、 所在地2020から21シーズン終了時点、ありがとうございます。